ジェイス・マイケル・ティングラーは、アメリカ合衆国ミズーリ州、スミスビル出身のプロ野球監督、元プロ野球選手。左投げ左打。2003年の MLB ドラフト10順目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。2006年までマイナーでプレーしたが、メジャー昇格は果たせず4年で引退した。引退後は2007年から、レンジャーズの組織内で指導者となり、 参加マイナーの監督、コーチやフィールドコーディネーターを2014年まで務めた。2015年からはメジャーに配属され、守備コーチを2年間務めた。2017年には GM 補佐としてフロント入りするが、翌2018年9月にジェフ・バニスターが監督を解任された後にベンチコーチとして現場復帰した。オフにはレンジャーズの監督候補として面接を受けたが、 就任までは至らなかった。2019年は育成コーディネーターを務めた。2019年10月28日にサンディエゴパドレスの監督に就任した。2021年オフに解任された。パドレスの GM である AJ プレラートは、レンジャーズ参加のマイナー選手だった頃からの付き合いで、ある。ドミニカンサマーリーグでの指導経験があり、スペイン語を話せる。 ありがとうございます。